ニッキー・バーンは、アイルランド人歌手、人気男性グループ、ウエストライフのメンバー、ダブリンで生まれた。歌手として、ウエストライフのメンバーになる前は、サッカー選手として有名であった。北ダブリンのクラブチーム、ホーム・ファーム・ FC で、ゴールキーパーとして、プレーをしていた。12歳の時には、AC ・ミラン、アヤックス・アムステルダム、FC ・バルセロナといった競合クラブのユースチームも、 参加したベルギーでのトーナメントにおいて、ベストゴールキーパーに選ばれた。ダービーカウンティ FC でトライアルを受け、1995年にはリーズユナイテッドとプロ契約を結ぶ。同年には16歳にして、リーズユナイテッドのタイサウサンプトン FC 戦でベンチ入り。これは、クラブの最年少記録である。しかし、ゴールキーパーとしてはそれほど身長が高くなかったので1997年に、 契約が切れると同時に、クラブから離れ、アイルランドのクラブチーム、シェルボーン FC、コーブランブラーズ FC、セントフランシス FC と渡り歩いた。また、アイルランドユース代表として、U-15、U-16、U-18 の各カテゴリーでプレーした経験を持つ。1994年にスイス戦でデビュー。 最後の試合は1997年のノルウェー戦。1994年に国際親善試合に向けてトレーニングをしていた矢先、アクシデントに見舞われ、肘を骨折。2時間にわたる手術は2本のビスを要した。ダブリンに戻った頃には、父とカラオケ店を経営し始め、リールというグループを結成。これを機に、ボーイゾーンのマネージャー、ルイ・ウォルシュの目に留まるようになり、 ウエストライフのメンバーになる。また、この時同時に、アイルランドの警察学校、ガルダス・ヨオチャナに合格している。しかし歌手として、キャリアを再スタートさせた。サッカー選手として、名を馳せたこともあり、芸能人とよく、サッカーイベントに参加している。また、彼が所属していた、リーズ・ユナイテッドのライバル、マンチェスター・ユナイテッド FC のファンで、同じく、ウエストライフのメンバー。 シェーン・フィランと共にこのクラブのユニフォームを着ることがある。スヌーカー、ゴルフ、ドライブが趣味で、スポーツカーを何台も所有している。2002年にアイルランドベストドレッサー賞に選ばれた。2005年にはウエストライフが長期休暇に入ったこともあり、ニューヨークにあるニューヨークフィルムアカデミーに入学、4ヶ月半にわたってアクティングコースを卒業した。バーンは、 高校時代から付き合っているジョージナ・ハーンと2003年8月5日に結婚。彼女はアイルランド首相バーティア・ハーンの娘である。2007年4月20日に双子が生まれる。ありがとうございます。